You are watching 変態 TV。 山本のマイヤだよ。 You are watching 変態 TV。 You are watching 変態 TV。 You are watching 変態 TV。 みんな山へ行こう。请大家来看看変態 TV。 You are watching 変態 TV。 Nintendo no need。 You are watching 変態 TV。 梵天劇画界ルーンテンション上げていこうぜ。今日はね、伝説の昭和の伝説の入れ墨の彫り師の梵天太郎さんで、梵天太郎さんは伝説の入れ墨彫り師なんだけど、その伝説の入れ墨彫り師の梵天太郎さん、実は漫画も描いてんだな。で、漫画も描いてて、その漫画、梵天太郎さんはもうお亡くなりになってます。お亡くなりになっているけれども、その漫画の数々を加藤さんという方が保存しています。それが表参道のマットの方で見れるってことなんで、ちょっと来てみました。ちょっとチェックしてみましょう。テレビが本当ブランドテレビで、ね、接触がね、後でジムさんとボンテンさんの舞台の T シャツとかでやってくれる。これ以上のイベントのやつで70年代、これもまだいっぱいあるんだからね。なんかいろんなものを使って、結構ね、古いのが新しい、若いのがいいんじゃないですか。最近、新しいのが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 新しいピザこういうそのね、まあ無茶なことだよこれね。もう他人だもん。最終盤のこの間来週のもうね、波のことやってんじゃん。ピザホール。ピザホールこのシリーズなんか作ってほしい。上昇志向だろ。この辺これ全部こしらえな。イラストが入ってればおしゃれじゃない。成り上がりでね。そう、それのね、もう負け損ねましたよね。これは夢の腹でずっと前から俺には言ってましたよ。で、偶然デザインしてよう言ってもらったのか、話持ってくると誰も乗ってくんないの。行、あの、あれも。もうさ、ずっと行きたいんですよ。仕事が好きなんだ。誰か、誰か。見えないね、言うのな。去年、見れない。それってカメラ神秘大使。カメラで。だから、小さいからだけど、ちっちゃく変身みたいな、高級ブランドながら、それ着てるやん、なんとなく見えるみたいなのが優勝した。加藤さんは結構前だけど、すごい。何なんですかこれ。これね、梵天太郎かけるマット。海外では梵天太郎っていう人はね、その生前入れ墨師でありながら、まあ、劇作家、映画作家 で歌手、俳優、すごいマルチだったんですよ。で、まあ、昭和のね、そんだけマルチに活躍するアーティストとか怪物じゃないですか。その怪物なアーティストをこの怪物のギャラリーで、この怪物を描き続けるアーティストとコラボしたいと、どんなものが生まれるかっていうので、これコロナ自粛期間のチャレンジに、こういろいろその時感じたことを、そうそう、コロナチャレンジ、そう、いろんな感じのフューチャリング梵天太郎さん。そうで、これよく見てほしいのが、これ見て、俺今狙ってるのはこれ、弥生様。おー、弥生様さん、トマさん、そう、ありがたい。弥生様さん、梵天さん、トマさんですね。変態カメラマンの荒澤明です。今日は梵天太郎さんの壁画会に来ていて、
梵天太郎さんはお亡くなりになっているんですけれども、それのコレクターの加藤さんが梵天太郎さんの壁画をいっぱい持ってきてくれてます。はい。加藤さんは梵天さんとはいつ出会ったんですか？もう40年前です。何ですか？で知り合った。はいはいはい。東映の撮影所で。はい。それからもう長い付き合いで、はい、今まで、はい、もうどこ何十年、40年、50年、はい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 、いいっすね、はい、いやもうすごい。それで加藤さんが こちらの絵をコレクターというかコレクトされてる。いやコレクトしてるんじゃないんですよ。梵天の付き合いがあって、はい、梵天太郎とまあそのいろんなことやりました。映像を作ったりいろんなことをね。はいはい。で私も東映の社員だったから、あ、はい、でそれを20何年勤めて辞めて、はい、で自分で会社をやり始めてから、あ、はいはい、それからまあ梵天の方とちょっと飲みってな、あやつは飲むことしか知らないから。はいはいはい。梵天さん俳優だったんで、俳優もやられてたんですよ。いやだって京都の美大を出て、そして卒業して、卒業する前にまず特攻隊行ったんですよ。特攻隊っていうもう終戦間近だったから、はいはい、あ、なんか知らないで済んだんだけど、はいはいはい、で絵が好きでこれからも俺は絵をやるんだっつってね、はい、で美大行って親に判定されて、はい、おで今度食うに困るんですよ。はい、だからあれを描いた紙芝居の、はいはいはい、片麹ね、はい、ウェブンがいて、はい、そこに弟子入りのナンバーワン、はい、ナンバーツーがあの鬼怒の鬼太郎の親さん。あーすごいですね。あ、わかります。あの名前ちょっとあれですけど、はい、俺もそうなんですけど、でもわかりますよ。水木しげるさん。水木しげるさん。はいはいはい。すごいですね。その後にまあずっと続くんだけど、白戸三平さんのとか何とかあるんですけど、はい、まあそこを卒業しました。はい、で、ある女学校の美術の絵の先生になってきました。はい。でそこでその校長先生の娘さんと、はい、で子供で、はい、首の下、はい、それからいろんなこと入れ墨もやり始めたり、入れ墨やり始めたのはその学生の頃ね、はいはい、隣に堀氏がいたんですよ、はいはい、それを見よう見まねで面白いから、はい、見に行ってた、はいはい、そしたら学生さんも好きだねなんてね言いながら、いろんなことで、まあ、うまく聞けなかったんだろうね。まあ、そんなことあってやってまして。はい。それから、その、クーニー踏まるから、学生時代に、はい、紙芝居の絵を描いたでしょ。おいおい。そっから始まったね、絵はね。で、昔の赤本だとか、なんか、貸し本屋だとか、なんかの本を描いたりなんかしていって。はい。とて雑誌の本に移っていって。ほう。昔は少女雑誌を描いた。ほう。少女で、いまだにあると、目がこう、チカッと光るのがあるんです。はい。わかる。もうなんか日本の梵天が考えた。ああ、そうなんですか。今は誰が作ってる、みんな作ってる。いや、なパイオニアですね、そんなに。そう、はいはいはい、そんなことがあってね、はい、ずっと来て、彼自身も考えたんでしょうね、はい、もう少女ばっかり、水がきてしょうがなかったのか、はいはい、雑誌を引っ張りだくで、はい、俺はこんなバカなことやってらんないと、身が持たねえと、はい、って言われちゃったの、はい、そして、掘るのが趣味だったんで、はい、親分が、親方がいるわけじゃないんだけど、はい、それからまあギター一本と針を持って、はい、多彩ですね、半端じゃないですか。それで各地方の親分に行くところへ行ってね、はい、一足、荒れ地を脱いで、はい、一足一般の恩義で、はい、待ったんですよ、はい、5年ぐらい待ったのかな。おー、その時にいろんなつながりが頭にできたと思いますね。うん、でやっとそれで戻ってきて、はい、始まったのがまたこの劇画の方で、はい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 、こちらの劇画です。だからそこからもう少女漫画からガラッと変わって、はい、いきなり劇画、あのピカピカな目を描いてた人が梵天太郎、こんな梵天太郎、これはほとんどのあれですよ、こういうあればっかりだけど、ここに合わせてモンスターに合わせてこれ持ってたんだ。あ、はいはいはい、まだもっともっともういろんなのやってますからね。はい。でこちらは今加藤さんが所有してるっていう感じで。そうそう、でも持ってますけどね、うん、はいはいはい、梵天太郎で、まあ関東の梵天太郎が死んじゃって、はい、今から13年前だけど、はい、まあそのことやったんで、はい、でもうあとやる人がいないから、はい、ちょっと母ちゃん面倒見てやってくれっていうか、ね、はい、仲良くしてたんですね。
もう仲良くすか親子と同じね、はい、本当にやってたもんだから、もう、はい、俺といくつ違うんだよ、ボンテがね、俺とね、10歳違うんだよ、10歳違うのよ、はい、7歳か8歳、俺が言うとね、いや、私は10歳、ああ、はいはいはいって言ってえ、加藤さんのお年上なんですか、ボンテンさん、ボンテンさんが先輩で、先輩、はい、先輩、そしてずっと始めても13年か、俺も東映もやめてたからね、はい、そう、東映ってどこにあったんですかね、え、東映は、東映はあれ練馬ね、練馬でしたっけ、はい、あ、本社、あれ東京の撮影所、はいはい、京都の撮影所もあそこの渦巻さん、はいはい、本社は銀座、はい、そうっすよね、で、薬剤映画薬剤映画やってバラケンさんとかさ、はいはいはい、それの入れ墨とかも全部やって、いや、それはもう全く別のそれ、もう俳優として、はい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 、タッチした、タッチしなかった、ね、ただ梵天が描いた絵をね、漫画の中で混血児リカっていう漫画がありましてね、これ集英社で3年か5年連載してるんだろうと、ほう、全部240話ぐらい、はいはいはい、それは東宝の方で映画化されました、はい、あと映画化したのは、近代影響っていうね、あんなあとこなんなんていうかな、その人が3作はいやりまして、はい、で東宝で、配給したの、はい、で、あともう一つ、猪鹿王朝っていうのがありましてね、はい、これは猪鹿王朝、うん、これは東映の方で映画化されました、はい、そういうことがあったりとかして、はい、まあ、話はもう飛んだりあっち行ったりこっち行ったり、いやいや全然もう歴史を聞かせてもらってるんでめちゃくちゃためになりますよ、はいはいはい、でやめて、で梵天が死んでからもうかなりのいろんな資料がありますからね、そうですよね、めちゃくちゃの量、あ、それを管理するしかない、はい、ほんで本はいろいろ作ってましたよね、はい、17冊あん、何冊ぐらいあるのかな、あれはあれ、国沢君って、ね、こういう本、あ、そうそう、これはね、国沢君のすごい作品なんですよ、はい、55年ぐらいかけて調べて、はい、梵天太郎の集大成、はい、これ見れば梵天太郎が分かるって、分かる、はい、梵天太郎が知らないことまで書いてる、みんな、俺も今日これちょっと見て買って帰ります、僕もこれお願いしますよ、はい、これはね、絶対面白いというか、俺次回読むの大変嫌だからね、はい、全部は読んでないけど、はい、だ本人がこんな読んでないんで、絵もありますか、え、絵もこれは、うん、ちょっと、そうです、ちょっとこれを読んでちょっと勉強します、うわ、はい、これは全部書いてあるよ、書いてあるでしょ、うん、それでも読むの面倒、これね、今お話ししてたこのピカピカな目、キラキラな目っていうのがこれなんですけど、ありました、ありました、それぞれこれをやり始めたのは梵天太郎さんです、日本の目を作った人だね、すごい半端じゃないですそれとね、うん、劇画っていうでしょ今、はい、漫画じゃなくて劇画っていうのはアクションがやったなんかしてよく、はい、劇画、はい、あれも梵天考えたんだよ、ほう、紙芝居のことを画劇って言ってた、画劇、あれただ反対しただけだったで、それをみんな使うようになって、はい、いや、あれ俺が考えたんだっていう人も中にいますよ、はい、あれの言葉は俺が作ったんだって言うけど、そうじゃなくて、はい、本当、梵天なんで、わー、やっすよ、パイオネですね、本当にさっきから何回も言いますけども、そう、あれはだってもうファッションからなんからね、はい、森穴井さんだとか、三宅一生さんだとかとやったりさ、はい、わかりますよ、もうちょっとこれはあまり嫌だけど、関西さん、はい、関西さんは梵天がテレビなんかに出ていろんな自分のこの入れ墨をね、はい、まあ入れ墨というのは肌絵で撮るにはしてたんだ、はい、これのやつは入れ墨じゃないんだ、はい、そういう時に取材をいろいろ受けましたね、はい、もうそっとテレビ出てたの、はい、でその時に衣装くっついてあって写真なんかありますけどね、おでそれで、あの人が有名になっていって、はい、でだから梵天のこの絵柄がやちょっと裏なんでもない入れ墨っぽいところが昔はあったんですよ、歌舞伎がどうのこうのっていうけど、はいはいはい、歌舞伎もそうだけどそういうっていうか大柄な柄、はい、わかります、なんかああいうのが全部ね、その梵天の弟子でも何でもないんだけど、くっついてテレビだなんも言ってね、梵天が作った柄でさ
洋服を作ったのはそれを本人が着てね。なんか分かりました。そういう時期ありましたすごい多大なる影響を与えた人なんですね。まあそういうことをね、細かくしていくとね、もうキリがない。ゲームかなんかやったりさ、はいはいはい、こうしてやったり、あんまじゃない、この日本のこと、ボクサーのなぜやら、あのなんとかクレイ、誰だ、分かんないな、あのあれのガンを作ったりね、はい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 、和彫りで、半端じゃない、そう、最軽調でね、でそれが気に入って、はい、それでそれがね、ボン、あのあれが勝新さんが欲しいって言うんでね、はい、それ持ってっちゃった。おお、すごい、ね、話が勝新さんが持ってっちゃったっていう。ところがね、臭い。洗濯しようか何しようか臭い。ああいう人たちの汚いやつは取れない。あ、そうなんですか。あ、もう外国の、この間、去年、一昨年か借りようと思って、はい、僕も勝新さんは死んじゃったから、はい、玉野さんのこと言われるから、はい、マネージャーに聞いてくれたんだけど、どこ行ったか分からない、どこ行ったか分からないと、遺品でどっか行っちゃった、回っちゃったんですかね、現場だと思うんだよね。誰かがまた有名な人を持ってるんでしょうね、誰か写真がその時に写真なんかいっぱいあるんですよ。勝新さんの形見は絶対誰かが持ってっちゃった。勝井さんにあるとクレーだ。あ、クレーだね。カシアスクレー。はい。え、なんていうの？カシアスクレーじゃないですか、もしかして。それから名前変えたんやな。カシアスクレーが来たやつを。ちょっと、そうそうそう、ボン、あれが持ってる。そう。一回、あの、休憩入ります。の兄弟子がボンテンなの。そう。まあ、あの、あれ、兄貴姉妹においてはね。兄貴姉妹においては。で、本人はもう、よ、もう、あれだから、あれに行っちゃったから、遺伝子の方に。で、これはだって、昔はあの、ゲゲイの鬼太郎じゃなくて、墓場の鬼太郎って。墓場の鬼太郎でしたね。ね、で、あの、他の人が書いてたんだから。はい、それを引き継いで行ったのは、あの人だって。あとは、あの、なんとか観光。その人なんかも書いたのがいっぱいありますよ。あそこに、なんじゃないのですけれども、はい。門田さんは女性、女性、やっぱりあの、スーパープレイボーイだったんですかね。クレボイです。女を跨うと子供ができる。女をだけど子供ができる。7人目の奥さん。7人目、お、すごいですね。だから女性歴半端じゃない。一番最初に話したその校長先生の娘さんとしたのが、あ、半端じゃないね。次には俺の弟だっつって。で、まあ結婚したりいろいろことしていって、今の奥さんの卒業もそうなんですよ。ああ。でも7年目だってもう短い期間にわーっとやっちゃったからね。すごいですね、半端じゃないですね。でまたとモテるんですね、とりあえず。モテるモテる。いや本当に相当天性がないとそれは無理ですよね。そしてちゃんと女性を納得させることができる。でその他にさ、彼女が何人もいるわけでしょ。彼女とか一発屋が、はいはいはい、これはすごいすごいですね、半端じゃない。もう数々の武勇伝があると思います、本当に。だからね、本当にパイプカットをしてね。はい。マジっすか、最後の話的には。マジっすか。最後の奥さんにやられちゃったんですかね。そうそうそう。あちこちであんまりね。もう遊ぶんじゃないと、いい年こいて。長男坊がね、もう 3年か4年前だかな。まだ門天が生きてる時にね。はい。みんなを集めたんだって、はい、自分のその7人いたか8人いたか彼女がいたか知らんけどさ、はい、そういうのを皆さんが集まってくれって言ってね、今の奥さん、ね、梵天が集めたのかな、はい、そしたらね、すごいですね、50何人が来たんだって、梵天ファミリー、もうファミリー、ファミリーというか、まあ、歴代のファミリーだよね、うん、それだからね、梵天がやっちゃった人たちが奥さん、それ女でしょ、それを呼ぶっていうイベントもすごいな、それすごすぎるだろ。旦那はいて、子供はいて、ひどいのは孫はいて、だから誰が誰かわからない。で、奥さんは頭に来たから、奥さんがやんないんじゃないよね、梵天がやんない。そうですね。まあ、大胆な方ですね。そうそう、だから50年やと思ってた。もうすごい、大胆な方だ、本当に。まあ、変わった人ですよね。そんなにいたら、女の方も、こんなの顔も覚えられないですね。覚えられない、覚えられない。こいつやったでみたいな。そうそう、いやでもあったら思い出すんだって。俺も絶対、いや今まで俺やった女性は全員覚えてますけどね、覚えてる、忘れてる時もあるけど、あったら、あ、そういえばって、
酔っ払っ、超酔っ払ってる時だとかだったら分かんないかもしれないけど、一発やぐらいで分かんないんじゃないの。まあでもまあ、あ、まあある程度の数を超えたらもう分からないっていう、もうだからもうあの未知のレベルですね、もうそこまで行っちゃうと。だから7年もね、消滅します。で彼が言うのはね、今のはこの奥さんね、はい、だからラッキーセブンの妻だって。おお、ラッキーセブン半端じゃないです、その妻は。はい、はい、うん、そういうことでね、そっちの方はそれで終わってずっと来て、そうですね、で13年前にあの上デビューしていましたよ。だからもうあの上行った時には、後から行ったのもいいけど、まあ、映画作った理由は映画作った芸能界の裏のどんだったの、ボンテンだろうと、はい、まあそれもそうだけど、まあ、やってもはいはい、よく見えながらね、はいはいはい、でその地方へずっと回ったでしょ、5年間かけてその、はいはい、まあ、少女漫画の後、はい、あの時も親父のところ行ったら、はい、一般の子でやってるじゃん、はいはい、なもんだからね、その名刺やなんやかんやがね、はい、そうね、俺のところあるんだけどね、この子ありますよ。ほう、じゃーっと、もうみんな死んでんだ、これ、はいはい、で記念に俺撮ったんだけど、はいはい、誰これ知らないけどね、はい、半端じゃない、スーパーレジェンドってことです、うん、そうそうそう、あ、びっくりするんだよ、はい、あとあと多いのはね、いいやつ、警察署、今回弁護士、はい、なんかそういうね、官庁関係の。ほう、まあまあ、まあ同じですね、そこまでのも本当にあの門前さんが成功されててもしっかりとした芯のある方だからね。いやだってね、まあ、どの世界でももちろん同じですよ、そのレベル超えちゃえば。あれが沖縄行ってさ、宜野湾でずっとやってたんだよ、あの外人が来るから、海兵隊が来るから、はい、弟子たちが掘るには持ってこいで、はい、練習に掘らせるんだから、はい、やつら、はい、で金取って掘らせて練習できるわけだからね、はい、でその時にもう門天は隠居するデモに行ったんですよ、はい、奥さんがあのくも膜下になってね、はい、ほんで治療しながらして、まあ、沖縄に何かで行ったんでしょうね、そしたら非常に体調がいいと、はい、沖縄調子いいと、沖縄に今度住んでね、はい、30年ぐらいなのかな、いたのかな、おお、そんな最後の方は沖縄だったんですか。沖縄なんです。おー、ほんで沖縄で素晴らしい、うん、ずっと行っててね、俺はもう沖縄の豪言だとか、なんか偉そうなこと言いながら。で、まあ向こうで、もう、すもすもだったんだよね、ずっと最後までね。はい、ところが自分が先行っちゃったもんだから、まあ、奥さんは横浜の人だから。はい、で、その、今の息子がこっち、川崎の方にいるから、はい、面倒見らんないから、こっち来いと。はい、もうそうですね、家族にいた方がいいですもんね。うん、で、隠居して行ったら向こうで有名な人だから、弟子にしてくれ、何にしてって来たもんだから、まだ向こうで梵天、ちょっと何とか塾って作った、入れるのかな、はいはい、波大塾か、はいはいはい、ちょっと行こう、沖縄よく行くんで、ちょっと梵天さんの足跡を辿ってみます。今度あのね、宜野湾、はい、そこでね、森時ね、13人いたんじゃないか、はい、みんな無料で済まして飯食わして、ほう、すごいよそれは、したんだろうね、ドンですね。で、そこ教える時に終わり、そこで喋って、はい、朝ね、みんな月1回集まるんですよ、その何十年か、うん、で、いろんな会議をやって、はい、どうもお疲れ様でした、入って、終わって、皆さんが帰る、本人がなかなか降りてこないんですよ、はい、そしたらそこから階段の下かどっかで倒れてた、はい、で、すぐもう病院が来て、もうダメだ、普通の寿命だったみたいで、そっからがだからもう、あのとにかく誰も行きたいし、長男坊っていうのは今肉屋やったからね、おこっち関係わかんない、はあ、でこっち関係は俺とそれいろんなことやってたからさ、はいはい、マスコミ関係から映画からあれもんから、はいはい、なんだかんですね、そんなもんだから、しょうがなくこれを加藤さんがやってるという、いや、それでまあ今トマソン、この若いトマソンがやってるガレリーでこういう風に面白いなと思ったもんね、で展示してもらえて、僕もこういう感じで知り合えて、そう、うん、めちゃくちゃあの、うん、で僕の変態 TV やってるみんなもこれ見て、はい、で入れ墨、僕もこれ入れ墨いっぱい入ってタトゥー入ってるんですけど、はい、もうみんな全身なんで、僕の友達、うん、大好きだから、いいじゃないですか、お話大好き、めちゃ楽しみと思います。
なんか梵天さんのなんかそういう名言じゃないけど、そういうなんか心に残ってるセリフとかあります？なんか言ったセリフでこれは面白かったみたいな。いやー特にこうよく言ってたとか、なんかよく言ってた方だが、いやだからさっき言ったようにその女をまたぎゃとかね。だからしょうがないからパイパーが通っちゃう。素朴な方なんですね。間違いない。象徴的な言葉がさ。でさっきラッキーセブンの今のおさんがね、もうこれで打ち止めだったからね。まあ、他に女はいましたよ。今の奥さんと結婚して好きで好きで結婚したんだけど、まあ、あちこち常にまあいるでしょうね。そこまでの俳優さんであり、ね、もうカリスマみたいな、カリスマですからっていうか、だって息子はねその相手方の女のところが分かるわけですよ。とおふくろに帰って、おふくろ俺連れてきてやるからお小遣い作れよと。で愛人のところでね、俺知ってるから自分の親だよ、連れてってやるからね、コスケやくれよ。子供もそうだよね。多いっすね。まあそんなような形で、非常にね、フランク、フランクっていうのかな。なんか家族。まあ、そうですね。最高です。まあ、そのことでした。はい、ありがとうございます。どうも。加藤さんです。はい、加藤、申します。梵天太郎のね、俺はね、梵天太郎にしたらどうかって言われました。梵天太に点々を打ってね。でんだろう。でんだろう。面白いお話ありがとうございます。冗談じゃね。はい、先ほどなんか入れ墨を入れた後にお風呂に入るという話を。あれはね。はい。入れ墨を入れたら必ずねお風呂入れるんですよ、熱いお湯に。はい。あとね消毒になって、はい、確かに墨が定着するって言ったかな。はい。なんか俺もうまく聞いたわけじゃないけど。はいはい。入れるんです。なんで入れた後にいつも梵天さんがお風呂入れてくれと。そう、女の、あ、なんだよ、あの肌の方がいいらしいでしょ。ああ、はいはいはい。よくわかんないけど。はい。これもダメなんじゃないかと思うんだけどね。なんとかありました。あざす。まあ、それも面白い話、まだ二つにダメですけどね。はい。また、第次。第1話ということで。ありがとうございます。